皆さんこんにちは、みきまるです。今日はリクエストでいただいていたアクセサリーと収納方法をご紹介していきたいと思います。今回は母から譲り受けたものというのは別のところにしまってあるので、プチプラやハンドメイド品なんかを紹介していこうと思います。お時間ある方はぜひご覧ください。それでは早速スタート。それでは早速紹介していきます。アクセサリーはこの棚の中にほぼ入れてあります。この棚はですね、かなり前にトイザラスに売っていて購入しました。こんな感じで収納してあります。でですね、ピアスを引っ掛けているものはニトリで購入しました。で結構たくさんね、引っ掛けることができるのですごく便利だなと思います。でこちらのネックレスをかけているものもニトリで購入しました。はい、ブレスレットをね、引っ掛けたり、長めのネックレス、ちょっとね長すぎちゃってここ下がはみ出ちゃってるんですけれども、まあ巻いて置いとくよりはいいかなっていうところでここにかけて収納してます。ちょっと紹介しますと、ここら辺はH&M、 お洋服も大好きなんですが、アクセサリーもすごい好きなのでよく買ってしまうんですけれども、どこで買うっていうのは本当に決まってなくって、買い物に行った時にララポートとかね、そういうところで結構買います。でここら辺は全部私のハンドメイドになります。このキラキラがね、かわいい。少し前、もう今はやってないんですけれども、ちょっとハンドメイド品を販売したりしてたことがあって、それで自分の分もよく作っていました。でここら辺はもうお気に入り、このコットンパールのピアスはすっごくお気に入りでよくつけています。こんな感じですね。でこのブレスレットもハンドメイドです。これね、グルーデコって言って、スワロフスキーのシャトーンをこう置いてね作るものなんですけれども、すごくキラキラが好きなんですよね。このシャネルのピアスはハンドメイドじゃないです、買ったピアスです。はい、このピアスも大好きです。これは輪っかのピアスに、ぐる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 これを巻きつけていくんですけれども、見せますね。そうすると分かりますか、こういう感じですね。ピントが合うかな。これもすごくつけるだけで顔がパッと華やかになるのでよくつけます。これはね、夏よくつけます。羽も夏よくつけるかな、そんな感じですね。キラキラが大好きなんですよ、実はって言うとあれですけど。はい、でネックレスの方になると、これはスワロフスキーで確か購入したものになります。手作りじゃないです。こっちに下に来ると、このコットンパールはさっきのコットンパールのピアスとセットになっているんですね。これもね、大好きでよくセットでつけています。あとね、夏はよくこういうやつ、涙型のキラキラもつけますね。これも手作りです。でこれ最近購入したものですね。ブレスレットなんですけれども、すごく可愛くてホリホリで買いました。ここがね、こうキュッて絞ると手首に合わせられるっていうブレスレットですね。とっても可愛い。これ夏にいっぱいつけようっとって思います。はい、こんな感じで収納してます。そして下に行きますね。下に行きますね。はい、でこちらは
たくさんつけようかなと思っているピアスです。このピアスのこの台も、ニトリで購入しました。本当にねこれ便利ですよね。このように出かけるときにすぐパッと見て、あこれつけていこうってなるので便利かなって思います。ここはですねハンドメイド品は置いてないですね。この辺は多分 GU で買ったかな。夏はやはりこう爽やかなね色っていうのがつけたくなるので、こういう水色のプラスチックとか、あと存在感のあるお花、これすごく今気に入ってるんですよ。これすっごい気に入ってて、これつけるだけですごく華やか、顔周りがパーッと明るくなって華やかにこれはなりますね。はい、この辺はもうシンプルなやつは仕事につけていったり H&M で購入しました。引き出しの中は、はい、これねパーツクラブっていうところで買ったんですけれども、よく手芸品売ってるお店なんですが、このパープルのね色が、これ指輪とピアスなんですけど、すごい可愛いと思って一緒に買いました。これも夏ねいっぱいつけたいと思います。今日みたいなお洋服の色だったらすごく合うんじゃないかなって思います。ちなみに今日のお洋服は見えるかな、見えるかな、こんな感じです。お洋服はこんな感じです。これ島村です。島村のカーディガンにこの花柄のスカート、これは去年ねちょっとどこで買ったか忘れてしまったんですけれども、めちゃくちゃお気に入りです。はい、次はこちらです。この入れ物は無印で購入しました。中のこの台指輪置いている台とかも無印で購入したものになります。こういう風に指輪が一個一個させるので、すごくパッと見て、あ今日これつけてこうって思った時につけていけるっていうね、すごく便利ですね。ここら辺も全部ハンドメイドです。はい、この指輪がねサイズ関係なくつけれるんですよ。こういう感じのハンドメイド、これも全部グルーでこうで作ってるんですけど、ここら辺はセットですね、ピアスと指輪、あとペンダント、ここら辺はちょっともうキラッキラここら辺の指輪はねもうキラッキラですよ。ほらこんな感じ、まあ、夏にねやっぱりこういうのはいいかなって思いますね。夏がね楽しみです。でここら辺はまあネックレスですね。ネックレスのここは手作りじゃないです。これディオールとかルイ・ヴィトンのプラチナのネックレスですね。はい、で次が下の段は時計ですね。ここは時計をしまってあります。フォリフォリの時計で、ここがねキラキラしてて、グレーのこのベルトがすごくお気に入りで、あのよくこれはもう本当によくつけてます。ここら辺の時計を、使い回しています。しまいます。でこの無印のこのアクリルケースっていうんですか、これ皆さんねよくあの動画で上げていらっしゃると思うんですけれども、綺麗に収納できてすっきりまとめれるのでおすすめです。下はですね、まあ、あまり入っていないんですけれども、こんな感じになってます。でこちらから行くと、これはですねもう本当に販売してた時にイベント用に作ったピアスですけれども、まあ、結構まだ未開封であるのでたくさんねあるんですよ。今とかね、なのでこれからどんどん使っていこうかなと思ってここにしまってあります。この月のピアスとねネックレスもセットでね作って可愛いんですよ。これもったいなくてね付けれないっていうね。はい、こんな感じですね。
アス。ピアスが多いですね。ピアスだらけ。こんな感じで、まだ袋に入ったこれブレスレットものがここに置いてあります。主人がもう使わないと言ったストゥーシーの時計入れがあったので、ここにもう本当にこうおしゃれウォッチっていうんですか、カジュアルウォッチ、雑貨屋さんとかで買った時計がねここに入ってます。はい、こんな感じになってます。はい、でお隣に行くとこんな感じに棚がなっています。で今までここにメイク品なんかを置いていたんですけれども、今ちょっと下にあるんです。ドレッサーを持ってないんですよ。結婚した当初アパートだったので、あまりこう大きいものは置きたくないっていうことでドレッサーを買わずに、いて、お家を建てたら買おうかなと思ったんですが、結局買わずじまいということで、普段はここにメイク品があるんですけれども今日は置いてないです。でこんな感じに、ね、なっています。でここら辺はもう香水とかになりますね。昔使っても最近香水全然使わないので、ずっとこうやって置きっぱなしになってるんですけれども、なんかここら辺は多分お土産でもらったもの、これ流行りませんでしたか、私たち18、16、17ぐらいの頃すごくこの匂い流行って、なんか思い出の匂いですねこれ。はい、こんな感じに置いてあります。でこっちの小さなこの飾りのケースは、これもニトリだったかな、ニトリだったかもしれない。ここもほぼハンドメイド品が入っています。こんな感じで、これミキマルの M です。ヒョウ柄にこれなってるんですよ。ほら、あらららら、ほらこれ可愛いですよね。これもミキマルの M です。これはもう本当にブレスレット、ブレスレットじゃなくって、なんていうのこれ、数珠じゃなくってこういうの、こういう感じで作っていたんですね昔よく。こんな感じですね、こんな感じですね、もうキラキラですね。はい、でそういったものがこちらに収納してあります。はい、こんな感じになってます。買っていないハンドメイドのアクセサリーがたくさんあるので、今年の夏はもうそれをいっぱい使おうかなと思っています。はい、私の収納方法はこんな感じです。はい、いかがでしたか。以上がアクセサリーと収納方法になります。ちょっと参考になったかはわからないんですけれども、アクセサリー大好きです。はい、この動画を終わります。あ、これはちなみに名古屋のラシックでなんか出店をやっているんですけれども、ハンドメイド品なんですけど購入しました。気に入ってつけてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。